おはようございます。億万長者シリーズをご覧の皆様、まあこのね、皆様っていうのはちょっと本当はねおかしい話なんですよ。これは私と吉谷さんの単なるキャッチボール動画なんですよね。でそれをたまたま一般公開にしてるだけなんですよ。まあですんで吉谷拓郎さんじゃない方がこの動画を見てるということは、何かしらのね興味を私と吉谷さんのこの本音のねやり取りの中に見出してくださる方だと思うんですよ。そしてですね、このやり取りにまあ低評価を押す方とか、そんなわけねえよっていう方、あなたに送ってるわけではありませんからねまあですのでバットを押すのも、あの、まあ、悪意あるコメントを書くのも全然自由ですけども、私は吉谷さんに本気でお話して、吉谷さんから本気でお話をいただければそれで十分なんですよ。まさにね、今回吉谷さんからいただいたメッセージそのものでございます。そして2つ目なんですけども、吉田さんはねさすがだなと思うのは、このね少ない再生数で2500万もの売り上げを作ると、これは本当にすごいことだと思います。で吉田さんのコンセプトとしては、少ない再生数でも売っていけるんですよってことを見したいと思いますけども、見したいんだと思いますけども、吉田さん自身も言われてましたけども、こんなことできる YouTuber さん他にいないんですよ。ということは吉谷さんのモデルは成功しにくいってことになってきてしまったんですよね。そうなんですよね。吉谷さんはさすがなんですけども、多分ねこの再生数がなんか20とか50とか多くて100いかないみたいなので、そんなね何百万とか何千万とか売れる人っていうのはもうこれからも出ないと思いますよね。ということなんで、多くの方は再生数を増やしたりとか、チャンネル登録者数を増やしたりとかして視聴者を増やして、そこに商品を投入していくと。で制約率が、まあ、1% とかね 0.8% とか、こういうところでやっていくことを目指すしかないと思うんですよね。でもそうなるとですね、そんなにバズるような動画作れませんとか、そんなに再生数稼げませんってなるんですよ。だから稼げません。じゃあ逆にですよ、少ない再生数とか少ないチャンネル登録者数ね、2000とか3000人とかいうところで何千万って売り上げを立てるために、じゃあそっちに向かっていくんですかって言ったら、それもしないわけですよ。要するにどんな道を指し示しても結局は自分で行くのをやめてるというのが現実なんですよ。だから限られた人しか成功しないってね、誰か言われてましたけども、その通りなんですよ。でその限られた人しか成功しないってことは分かっていて、自分が限られた人になろうと思わないんですよ。自分は限られてない人だっていうふうに思っちゃうんですよ。自分は何者でもない人だと、自分はそんなことできないですよ、特別なんですよあなたはと、成功する人はだからそれは特別なものを持ってるんですよって言うんですよ。でもね、あの例えば A さんが見てらっしゃるとして、 B さんが見てらっしゃるとして、 C さんが見てらっしゃるとして、私から見ると私は自分一種類の人生しか送れないんですよ。でも A さん B さん C さんって私には送れない人生を送ってるんですよね。ということはあなたも何者なんですよ、うん、特別なものを持ってる人なんですよ。もっと言ったらですね、1億人人口がいたら1億人全員が特別なものを持ってる人なんですよ。ただそれをですね、自分の特別な部分を隠して皆さんに嫌われないように平均的な自分になろうとしてるんですよ、ね、だからバットを恐れるんですよ、評価を恐れるんですよ。でそんなことではね、そんなことでは何もつかめないと思います、うん、皆さんに気に入られるように生活していったら、皆さんが気に入るような普通の人になって、皆さんが気に入るような、うん、まあ、先のね見えない不安な人生を繰り返すだけなんですよ。でお互い不安なんで慰め合って終わり、鎮火ということでございますね。あの吉田さんもそうですけども、不安はあると思いますよ。だって吉田さんは動画が放送できなくなったり、この動画で自分のドリアかなり商品が売れなくなったらどうしようって恐怖があるわけですよ。でもですね、億万長者を目指してない方、この億万長者合宿を見ている吉田さん以外の方、動画で商品売れなくてもどうってことないでしょ。売れればいいなでしょ、売れればいいな、しかもやってないと、やってない、動画出してない、商品セールスしてない、売れればいいな、売れるわけないだろうって感じですよ。だからバイナリーオプションとかね、ブックメーカーとかに頼ろうとするんですよ。バイナリーオプションとかブックメーカーね、その他あの効率よく高い確率で稼げる方法ありますよね。ブックメーカーなんてそうですよね。でもあのブックメーカー 95% 以上の確率で勝てるものでも、ほとんどの方 99% は稼げずに退場していくんですよ。いやもっといいですね、あのね、はっきり言ってね、あのブックメーカーを運営してる人ですら稼げてない人がもう数多いますよ。ブックメーカーで稼げてないから、ブックメーカーのノウハウを売ることで稼ごうとしてるわけなんですよ、うん、だから言ってみれば MLM みたいな感じですよね。そういうふうに割り切って商材を買うために参加して、その商材を使って稼げなくてもいいやって思うんだったらそれは大いに結構ですけども、その商材で稼ごうと思うんだったらその商材を買っちゃダメ、もしくは買うんだったらそれを使いこなせる自分にならないとダメですよ。じゃあ具体的に何をすることかっていうと、
おそらくですね、アウトプットができてないからそういう風なアウトプットしない商材に頼ろうと思ってると思うんですよね。でも結局はブックメーカーで実績をつけたりとか、バイナリーオプションで実績を、少しの実績を作って、それをその実績をですね、人に売ろうと思うんだったら、商材売りをしようと思うんだったら、結局媒体作んないといけないんですよ。メディアを作んないと。だから無料コンテンツたくさん作ったりとかしないといけない。その第一歩としてこの億万長者合宿に乗っかってくるというのは一番簡単じゃないかと前から言ってるんですけど、誰も乗っかってこないというね。まあコメントを書く人もいますけども、それじゃちょっと弱いですね。億万長者合宿についての見解とか、億万長者合宿で久保が言ったこと、吉谷が言ったこと、これはこうじゃないぞみたいなね、反論動画を作って、それをシリーズ化して1000話2000話トライしていくってことにやると、さすがにですね、私もですね、吉谷さんもね、ネタで取り上げるかもしれないですよね。おい、なんか吉谷だよ、億万長者合宿にケチつけてるやつがいるらしいぞみたいなシリーズ始まるかもしれないですよね。でも無言でバットを押すだけとか、コメントたまに書くだけとか、批判的なコメント書くだけって、そんなレベルではね、もう気に留まんないですね。まあ勝手にやってくださいって話になるんですよ。だからね、噛みついてくるんだったら、そこそこ本気で、そこそこのレベルでいいんで、なんかケチをつけてきてほしいなと思います。ケチをつけるレベルがね、まさにケチすぎるんですよね。まあアンチに対してのアンチのコメントになりますけどね、今回はね。まあよかったですね、吉田さん。その方がね、考え違いをしてるということに気づいていただいて、まあまさにその通りなんですよ。ね、この案件儲かりますかねって相談してる時点で、自分に判断力がないんで儲からないんですよ。それをね、私も言いたいんですよね。だから自分で判断できないんだったらやるべきではないと。自分で判断できるような脳みそを作ってから社会に出ろってことですね。まあ何をやってたんでしょうね、一体。何を学んできたんでしょうか。何を学んでいくんでしょうか。未だに自分で決められない。未だに自分で判断できないと。未だに自分で責任が取れないと。そんな人生でね、30歳、40歳、50歳と進むんでしょうか。いってらっしゃい。